爪を外して最初大きい方を入れます。で1分入れてその後に、ちっちゃい爪を入れて2分半ですね。そして火を止めて1分入れて、殻を外していきます。で頭はですね、ペティ等で薄膜がついているので必ずよくですね、これ切り込み入れないで引っ張るんですけど、あの身が全部中に持ってかれちゃうので、なるべく必ず膜を切ってですね、これ後で使うので持っていきます。そして頭を掃除していくんですけど、頭を割ってここに今度はですね、くちばしと餌袋があります。これは砂とかが入っているので必ず捨ててください。で、あとこういう、味噌ですね。味噌は後で別で炒めます。これよくコラ油だと思っている方がいるんですけど、これはコラ油じゃないです。コラ油は赤くなる、サンゴ色になるのがコラ油ですね。はい、サンゴという意味なので赤く、火を入れたら赤くなるのがコラ油です。本当にこれを結構、脳みそをコラ油だと間違っている方がいるので、これは本当に、クレームとか、本当脳みその部分ですね。で掃除するときに必ずこのエラの部分ですね、カニで言えばガニの部分を必ず取ってですね、で僕はたまに海水で飼ってる時あるので、結構塩分濃度が強い時あるんですね。でちょっとものによっては、今日ちょっとな切ったら舐めるんですけど、しょっぱい時は少し洗ってですね、ちょっと海水をそうですソースを作った時にしょっぱくなりすぎるので、でとにかく細かく切っています。よく関節で切る人がいるんですけど、関節で切っていくと味が抜けないです。関節のタイトルですね、必ずこういう足の味の出るところを切って細かく切って、